今日は新横浜に来ました。横浜線、市営地下鉄線、そして新幹線が止まる大きなターミナル駅ですね。駅前のビルはキュービックプラザ、2008年に完成した75メートルの駅ビルです。北口に出ますと新横浜のランドマークともいえる円筒形のプリンスホテルがそびえています。駅前の工事はまだ続いていますが、来月3月には東急と相鉄線の相互乗り入れ直通線が新横浜を経由して開通します。1964年の新幹線開通以来、新横浜駅は大いなる発展を遂げてきました。新横浜駅には北側出口の反対に南側にも出口があります。この南側の出口が篠原口ですね。今日は篠原口から周辺を歩いてみたいと思います。篠原口からは新幹線のホームも見えますね。今入線した電車はこれから西へと向かいます。駅前には広い駐車場が広がっています。大きな商業施設などは見られませんね。駐車場の向こうは小高い丘になっており、緑も多く見られます。駐車場の横には駐輪場もありますね。24時間の料金は100円ということです。それでは篠原口から周辺を歩いてみましょう。駅から南の方に歩くとすぐに横浜線と交差します。陸橋を渡り篠原町を歩きましょう。この角を曲がるとすぐに坂道になりますね。この坂道は牛坂と言います。なんとなく坂道も徐々に急になっていくようですね。この長い坂道を登ると尾根道には篠原八幡神社があります。日本の神社100選にも選ばれている神社だそうです。どんな神社なんでしょうね。道が二股に分かれています。どちらの道でしょうか。左が上に進む道ですね。こちらの道で行きましょう。まだ歩き始めたばかりなんですけれども、道は細く枝分かれも多いですね。今日は地図を見ながら歩いているんですけれども、気をつけないとすぐに迷子になりそうです。ようやく尾根が見えてきました。この坂、牛坂というんですけれども、結構長くて急な坂でしたね。私はすでにすっかりバテてしまいました。この辺りからしばらく尾根道が続きます。周りには学校や保育園もあるんですけれども、ここは見晴らしはいいんですけれども、通うのは少し大変そうです。左手方向には円筒形の高いビルも見えます。プリンスホテルはこの辺りのランドマークともなっているようですね。尾根道をしばらく下ると左手に篠原八幡神社があります。地元でも有名な神社ですね。私が訪れた時にも地元の方でしょうか、何人もの方が参拝していました。はい、こんにちは、並木道夫です。今日はね、新横浜に来ました。新横浜の篠原口でおりまして、篠原口から今歩いて篠原八幡神社まで来ています。今日はね、この篠原口から妙蓮寺まで歩いていこうと思います。新横浜と言いますとね、北口はもうあの日産スタジアムですとか横浜アリーナとか、あるいはね、ラーメン博物館とか、いろいろ商業施設、工業施設が発達しています。それに対してですね、この篠原口というのは商業施設は、ほとんどないですね。全て住宅地といっていい地域です。今もね、篠原口から牛坂という坂を登ってきたんですけれども、坂が非常に多いですね。起伏の激しい地形です。で、ここ初めて歩くんで、ちょっと地図がないとね、ちょっととても歩けないということで、今日はね、ちょっと大きな地図を用意してきました。まあこれなんですけれどもね、でこの地図にですね、坂道がありましたので、ちょっと印をつけたところ、名前がついている坂道だけで全部18ありました。まあ私が見つけただけで18ですから、ひょっとしたらもっとあるかもしれません。今日はね、この篠原町の坂道をね、いろいろ歩いてみたいと思います。それでは八幡神社に本日の散歩の無事をお祈りいたしましょう。よろしくお願いします。新横浜の篠原口というと、北口に比べて商業的な開発はほとんど行われていません。新幹線開業当初、辺り一面水田だった北口は、
オフィスビルが立ち並ぶ商業都市として発展を遂げました。それに対し篠原口は大きく開発されることもなく、住宅街としての佇まいを見せています。開発に関しては過去に何度かその計画も持ち上がりましたが、諸般の事情により計画が遂行されることはありませんでした。ただ最近では駅前の駐車場近辺に再開発の計画が持ち上がっているようです。さてそれでは散歩を続けましょう。紙の地図だけでは心もとないので Google マップを見ながら歩きます。この辺りは富士塚になるんですね。篠原町はもう過ぎてしまったようです。この富士塚通りが町のメインの通りとなっています。バス通りではありませんが車の行き来は頻繁です。タクシーもよく通りますね。通りから左に上る坂があります。地図の表示によりますと二段坂とありますね。ちょっと登ってみましょう。坂の先がクランクになっています。これが二段坂ということでしょうか。道は細いですね。車は通ることはできません。ただ歩いていると地図で見る道とちょっと形が違うんですね。この道でいいのでしょうか。道は二股に分かれてしまいました。これはどちらか行くしかないですね。とりあえず右の方に行ってみましょう。もう最初の坂から迷ってしまいましたね。この先歩き通すことはできるのでしょうか。わけのわからないまま歩いていましたが、電信柱に二段坂という表示を見つけました。偶然にも目的の坂道に行き当たりました。今ね二段坂を登っているんですけれども、もういきなりね最初の坂から、もう遭難しています。地図を見て歩いているんですけれども、ちょっとね地図の通りに歩けません。今ねこの二段坂も他の坂道を登ってきてしまいまして、そこで偶然にもここにね出くわしたという感じです。今日のコースは非常に難解ですね。何度も道を間違えるかもしれません。まあめげずにね歩いていきたいと思います。この坂を登り切ると次はね聖の神坂という坂がありますね。これ今登ってきたんで今度は、下りになるのではないかと思います。坂道は登るばかりではありません。一つの坂を登りますと次の坂は下り坂ということになりますね。はい、地図の見方が正しければこの坂が聖の神坂ということになりますね。先ほどの尾根道から下っています。坂の名前が聖の神というんですけれどもね、ちょっとどういう字を書くのかちょっと分かりません。どういう言われがあるのかは分かりませんけれども、そういう名前がついた坂です。表示がねありましたね。電信柱に書いてあります。こちらですね、聖の神坂という表示があります。この坂が聖の神坂で間違いはないようです。この坂を下る途中左手に上りの坂があります。この階段の坂ですね、名前は別れ坂と言います。道が分岐しているから別れ坂というのかもしれません。この坂はほとんど階段のようですね。階段の先の電柱に表示板が付けられています。表示板にはこの坂の名前が記されています。地図の表記では別れ坂とあったんですけれども、なんと不思議なことにですね、その別れ坂の名前がこちらには出会い坂となっております。これは一体ねどういうことなんでしょうか。いつの間にか坂の名前が、別れから出会いと変わってしまいました。まあきっとね何かいいことがあったのかもしれません。こういうこともあるんですね。この表示板は非常に新しいですね。最近名前が変わったのかもしれません。出会い坂から再び町のメインストリート富士塚通りに降りてきました。今度は反対側の尾根に登ってみましょう。こちらの道でしょうか。いえ違いますね。階段で行き止まりになっているようです。もう一本先の道でした。枝道が何本もあるので地図をよく見て歩かないとすぐに間違えてしまいます。右に階段があります。この階段の坂道がドレミ坂です。ドレミ坂とはなかなか洒落たネーミングですね。この坂の上には篠原小学校があります。小学校とも関係のあるネーミングかもしれません。このドレミ坂からは新横浜の街を見渡すこともできます。現在宅地造成工事が行われていますが住宅開発も盛んなようですね。
尾根道に突き当たりました。正面にあるのは篠原小学校ですね。この道を右に曲がります。今登ってきたので今度は下り坂ですね。坂の名前は丸坂と言います。どの道もメインの車道から尾根道へと続いています。左上が新横浜篠原口、右下が妙蓮寺駅となります。真ん中の赤い道が藤塚通り、町のメイン通りとなりますね。藤塚通りの両側は高台になっています。茶色で囲んだあたりに尾根道は走っています。緑の道がそれぞれの坂道になりますね。短いもので100メートル、長くても200メートルくらいでしょうか。今この道を行ったり来たりしているところです。丸坂の表示板を見つけました。どの表示板も木の板に手書きで名前が記されているんですけれども、微妙にペンキの色や字体が違いますね。そしてこの丸坂に定時で交わっているのが大塚坂です。この坂も住宅街の中をゆっくりと登っています。登り切る手前が少し広い道になっています。その電信柱に大塚坂の表示がありました。ドレミとか丸とか大塚とか坂の名前はいろいろですね。特に統一性もないように思えます。それではここでメインの通りに引き返します。はい、今ね藤塚一丁目公園で休憩をしています。新横浜の篠原口から坂道をね今5つ6つ登ったんですけれども、全部ね名前が出てましたね。無名ということではなくて全てに坂道の名前が書いてありました。でこの後ねまた坂道登るんですけれども、まあ、どうせだったらねこれから登る坂道ね全部その名前表札をですね見つけて歩きたいと思います。まあ、全部ね見つかるかどうか分かりません。また標識がない坂もあるかもしれません。まあ、とりあえずねある坂は全部見つけて登っていきたいと思います。まあね、おそらくねこんな物好きなことをやる人間というのはね私以外、この世にいないと思います。この、篠原町、それからここは町名でいうと藤塚になるんですけれども、ここにある坂道をね町の坂道を全部、登ってみようと、そういうね物好きな人間は私だけだと思いますので、まあ、これもね、ある意味貴重な映像かと思います。とくとご覧あれということですね。私の動画は散歩動画であります。横浜各地を思いのままにいろいろと歩き回っています。有名な観光地を歩くこともあれば何の変哲もない住宅地を歩くこともあります。いろいろ訪れる場所は異なるんですけれども、ある意味私にとってどこを訪れても大して変わるものではないという心持ちもいたします。崩れかけた東屋にしろ、天をつくタワーマンションにしろ、実のところ見る者の心を動かす力にさほど違いはありません。どこに行っても何を見てもそれなりの味わいはあるように思えます。とおしゃべりをしているうちに坂道を一つ過ぎてしまいました。この坂は富士見坂ですね。このクランクの左側が階段になっています。視界も開けています。富士山は見えませんがプリンスホテルは見えますね。富士見坂を登りましたので次の坂は下ります。下る坂は富士塚坂です。この坂は町名と同じですね。ひときわ長い坂かとも思ったんですけれども特にそういうことはありません。ほんの100メートルほどの普通の坂道でした。富士塚坂を下りましたので次は上りの坂ですね。この道かなと思ったんですけれどもここではないようです。似たような細い道が入り組んでいるのでちょっと見分けがつきません。気をつけないとまた間違えてしまいますね。ここから登る坂道のようですね。この坂はいきなり傾斜がかかってますね。坂の名前は伸びる坂と言います。これまで特に驚くような坂道はなかったんですけれどもこの坂はちょっと急ですね。道が伸びているから伸びる坂というよりもこの坂道を登ったら伸びちゃうよというところから命名されているのかもしれません。伸びる坂は長さは大したことはありませんでした。すぐに尾根道にたどり着きます。この辺りは特に左手方向の見晴らしがいいですね。
閑静な住宅街が続きます。それでは一旦尾根から坂を下り、次の坂道へ向かいます。この坂は足柄坂と言います。小さな公園もあります。この辺りも静かな住宅街ですね。坂の名前は足柄坂というんですけれども、これは足柄山の金太郎に関係しているのでしょうか。足柄坂を登りましたので次の坂は下ります。この坂は新しくできた坂でしょうか。名前が新しいんですよね。平成坂と言います。坂の途中には宅地が造成されている場所もあります。閑静な住宅地の中にあっても土地は開発され、地域は発展を続けています。坂の表示がないなと思っていたんですけれども、この電信柱にかかっていました。平成坂とあります。しかしこれよく見るとそれほど新しい看板ではありません。そうですね、平成も今となっては過去の御代となりました。この表示板も30年以上前にかけられたものかもしれません。突き当たりに出ましたが、この道が御岳坂です。山の名前が付けられていますが、それほど険しいということでしょうか。細く長い道がまっすぐと続いています。御岳坂から再びメインの車道に戻ってきました。この道の両側が高台になっています。今度は反対側の尾根に登ってみましょう。高低はジグザグになりますね。駐車場の角を右に曲がると、右手に心療内科の医院があります。この坂が八丁坂です。路面には滑り止めもありますね。かなり傾斜のきつい坂道です。しかし八丁坂とありますが、長さはそれほど長くはなさそうです。しかしこの急な坂道を登ると、長くはなくても非常に長い坂道に感じます。坂を登りきると見晴らしは非常に素晴らしいですね。ここからは菊名方面を一望することができます。尾根道をしばらく歩くと右手に階段がありました。この階段にも名前がついています。茂吉階段と言います。階段はさほど長くはありません。長さにすると30メートルほどでしょうか。しかしなぜ茂吉階段というのでしょう。おそらく茂吉さんがこの近くに住んでいたんですね。茂吉階段のすぐ近くにはじゃんけん階段があります。この階段を登って尾根道に出ましょう。なんでじゃんけん階段かというと、これはすぐに分かりました。この階段は段差が非常に狭く、段数が非常に多いんですね。子どものじゃんけん遊びにはもってこいの階段です。グリコ、パイナップル、チョコレートというやつですね。段数が多いので逆転劇も期待できます。それではじゃんけん階段から尾根道に戻りましょう。ツタが絡まった大変見事な土蔵です。この角を左に曲がると一番坂が始まります。この辺りには古くて大きな邸宅が並んでいます。昔のお屋敷通りだったのかもしれません。一番坂を下りきると正面には菊名池公園が見えます。名前の通り大きな池が広がっていますね。菊名池公園から U ターンをして2番坂を登ります。公園を起点とする坂道は1番、2番、3番と3本の坂道が並行しています。いずれも住宅地を通り藤塚の尾根へ向かう道となっています。それでは2番坂を引き返し、3番坂から藤塚の尾根へと向かいましょう。3番坂の表示板も見えてきました。この先が先ほど登った八丁坂との合流点ともなります。それでは尾根道から交番坂を下ります。これが最後の坂道となりますね。この道を下りますと妙蓮寺駅近くの水道道に出ることができます。この坂道は雰囲気がなんとなくいいですね。道幅は狭く、歩行者しか通ることはできません。で、下まで降りたんですけれども、なんとなく登る絵が撮りたいなと思いまして、思わず引き返してしまいました。今日はいくつかの坂を登り降りしたんですけれども、その中でもこの坂が一番深く印象に残りました。こちらが登っている絵ですね。特に何の変哲もない坂道なんですけれども、まあ雰囲気といいますか、なんとなくですね、私は強い印象を受けました。
交番坂を下り切ると水道道に面した交番に出ます。交番坂はこの交番が起点となっています。名前の由来がわかる坂道が一つだけありました。水道道に出ると東横線がすぐに走っています。駅はこの右側にあります。駅前の道路は旧綱島街道となります。駅近くは結構商店も多いですね。駅前通りから一角は商店街が形成されています。中に一本入るとこんな感じですね。さて、それではそろそろランチをいただきましょう。街道沿いに花あかりという店を見つけました。和食どころとあります。私は天ぷらと刺身盛り合わせ定食を注文しました。坂道を上り下りしましたので当然ビールもいただきます。大変美味しそうですね。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。歩いた後はビールの回りも早いですね。大変気持ちよく食事をすることができました。さて、それでは本日の最終目的地妙蓮寺へ参ります。東横線の妙蓮寺駅はもともとはお寺妙蓮寺の敷地内にあったそうです。ですからお寺も駅に隣接しています。駅からは何度も見たことはあるんですけれども、中へ入るのは初めてです。なかなか大きくて立派なお寺ですね。はい、ということで篠原口から妙蓮寺まで歩きました。今日はね、この結構大判の地図を作りましてね、これ見ながら歩いたんですけれども、地図がないとね、とても歩けるコースではありませんでした。まあ初めて歩く道ですし、道も細く結構ね、複雑に入り組んでましたので、時々迷いながら、歩きました。まあね、おそらく今日歩いたコースは横浜の、観光ガイドには絶対載っていないコースだと思います。まあそういった意味からしますとですね、私の動画も非常に貴重なフィルムとなるのではないでしょうか。はい、勝手な感想を述べさせていただきました。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまたお近いうちにお目にかかりましょう。